過去に戻って人生をやり直したい。そうしたら結果は変えられるはずだ。そう思ったことがあるのは僕だけではないはずだ。あの時違う選択をしていたら、そうしたら今はもっと良くなっているのに。でも本当にそうだろうか。僕は僕で、その時その時にベストな選択をしてきたんじゃないのか。過去の局面に立たされたとして、結局また同じ選択をするのではないか。その結果が今なのではないか。それなら必要なのはやり直しじゃない。最悪を変えるために本当に必要なのは。なんだ。いった。なんなんだよ。僕。なんだ。ガラスか。何が起こってる。なんてざまだ。誰。俺はロウ、お前のお友達だよ。覚えてないのか。ロウ、覚えてない。おいおい、ひでえな。同じ2年3組だろうが。ごめん、本当に知らないんだ。ちっ、お気楽なもんだよな。え？何も考えずに臭いものには蓋をして毎日楽しそうですねって言ってんだよ。何のことだ。お前だよ。自分が何をしたのか分かってんのか。さっきから何の話してるんだよ。ここってどこなんだ。さあ、どうやってここに来たのか覚えてる。さあ、どこで気がついたんだ。さあ。なあ、ふざけてる場合じゃないだろ。ここがどこで、どうしてここにいるのか、僕は全然わからないんだよ。スマホもないし、どうやって来たのかも覚えてないし。そりゃお気の毒に。でも、それって自業自得じゃねえの。何がだよ。ひょっとして、何か知ってるのか。知ってるよ。ここがどこで、どうしてお前がここにいるのかも全部。それなら教えてくれよ。やだね、教える気はない。でも
どうしても知りたいなら俺に吐かせてみろよ。お前はそうだよな、いつもへたれて何もできねえ。もし結果を変えたいのならお前が変わらねえとダメなんだよ。だから何のことだよ。そうか、まだわかんねえか。何するつもりだ。なんだろうな。よせ、やめろ。やめろ。こっちに来てくれ。ロー、やめろ。ロー、ロー、どうやったら助けられるんだろうな。ロー、ビビった？バカだな。京介、お前とはまた会うことになるだろうな。おい、ロー！何だったんだよ、あいつ。すげえなこれ。え、あ、終わり？